ボンジョールのゆっくり霊夢だよ。ボナセイラゆっくりマリサだよ。今日はどうしたのよ。今日はサブキャラクターの強化の日だよ。サブちゃんたちを強くして栄光の道でさらなる高みに登るんだ。てか運営から配布された深淵の武器をサブに使っているじゃない。メインキャラは深淵持ってないのに。それはね、私クザカの武器が欲しいのよ。今後を考えると新クザカにしないといけない日が絶対来るからね。だからサブに持たせてメインはクザカ狙いでまだ我慢する予定だよ。そうなのね。てかサブの強化って潜在力覚醒をしていくのね。ああそうだよ。潜在力覚醒で強化4を目指す予定だよ。最近覚醒はやっていなかったから結構素材溜まったしね。そうね。ここは未知の領域だし、失敗する可能性が高いから地道にサブを強化するのがいいかもね。だからこれからの予定としてはサブの装備を4にしてからメインを5にする予定だよ。でもちょっと心配なのがその間に戦闘力を離されすぎちゃうんじゃないかと気が気でないよ。とりあえず栄光の道は毎日やるコンテンツだから、少しでも高みを目指した方が後々いいからね。美課金のあんたにしたらちょうどいい選択なんじゃないかしら。って言っても最近は戦闘力を離されすぎて拠点戦とかでも全然役に立ててないんだけどね。そのうち大きく課金しようか迷っているんだけど、一度課金し始めると止まらなくなってしまうから、どうしようかと迷っている途中だよ。話に夢中で動画の方の話を何もしていなかったけど、やっぱりこれやばいコンテンツだな。ああさっきからどっぷりハマっているよ。一応助言を使っているんだけど、ボルクスの位置を使ったところであまり効果は体感できないよ。この前の太陽の神殿なんかで助言は結構溜まったみたいだからね。それに最近使ってなかったから、いっぱいあるね。本当太陽の神殿には助けられているね。あれは毎日来てくれてもいいくらいだよ。やっと四兵の挑戦権を得たと思ったら速攻いじめられているな。今回は素材いっぱいあるし、復旧権は3から使うことにしているよ。助言に関しては3までは1を使って4を目指す時だけ助言の5を使うよ。地獄の底にタッチしたな。もう地獄の底にタッチしすぎて入り口に立っているケルベロスも顔パスで通してくれて、エンマ大王も気軽に話せる仲になったよ。まあこれだけ失敗していればそうなるわな。素材はあるから、本当は防具も4を目指したかったんだけど今日はシルバーが足りなくて諦めたよ。このゲームって本当にシルバーが足りなくなるゲームよね。最近はシルバーを入手する手段も増えたから少し楽になったと思ったんだけど、その分出費も増えてきているからね。また舞い戻ってきたよ。もう見慣れた光景だね。もうどうしようもないよ。突破に使うシルバーだけで1億になりそうだよ。得意の運営さんは何もしてくれないじゃない。最近運営さん私に厳しいのよね。チャンネル登録者も増えて前より宣伝に貢献している私によ。何もくれないじゃない。そろそろ出れてくれてもいいじゃない。よしわかった。私から運営さんにマリサが悪口言ってたって言っておくわ。それはやめてよ。こんなの全然悪口じゃないよ。運営さん愛してます。これからもよろしくお願いします。そして私にいいもの出してください。潜在力覚醒を簡単に突破させてください。ドロップで新年アイテムを落としてください。間違えて私のシルバーに100億振り込んでください。もううるさいよ。欲深すぎるよ。ってこんだけやって全然覚醒が進んでねえじゃねえか。さっき運営さんにお願いしたところだからそろそろ成功させてくれるはずだよ。やっと3に来たな。運営さんこれで終わりにしてね。やっと4に到達したよ。それにしても長いよ。もっとサクサクとならないもんかね。こんなんじゃ5なんて狙う気にもならないわね。5は多くのプレイヤーが地獄を見た壁になるからね。私には想像もできないよ。そして次は補助武器になるよ。
またあの地獄を体験するかと思うと先が思いやられるわ。早速だな。ロサルちゃんはこっちを振り向いてくれるといいな。ロサルちゃんはデリケートな子だからね。優しく潜在力覚醒させていくよ。優しくの意味がわかんないけど、全然ご機嫌斜めじゃねえか。この子はツンデレの子なのよ。簡単にはなびかないのよ。たまにいる、私軽くないアピールする子ほど軽かったりするのが面白かったりするんだけどね。ちょっとこのチャンネルでは下ネタは禁止だよ。いやいや、今までいっぱい下ネタ流していたじゃない。拠点戦で乳首って全ギルドメンバーに流したり、卑猥な映像を流したりとやりたい放題だったじゃない。まさに今言った私軽くないアピールの子と一緒だよ。霊夢がそんなこと言うから、せっかく出れてきたロサルちゃんがまたツンツンし始めたじゃない。ごめんね、ロサルちゃん。そろそろ出れてもらってもいいかな。霊夢、ロサルちゃんはそんな簡単な女じゃないんだからね。いい子だから、そろそろ4になってくれないかな。よし、よし、いい子だよ。その調子で4になるんだよ。ってダメじゃねえか。ロサルちゃんはそんな簡単な子じゃないの。まだまだ優しさが足りない証拠だよ。まだツンツンしてるけどな。よしよし、ロサルちゃんそろそろこれで終わりにしよね。もうシルバーがないし、頼んだよ。ってダメじゃねえか。それはあんたがやったからだよ。私に任せてよ。ロサルちゃん今度ディズニーに行こう。ランドとシーどっちがいいかな。好きな方連れて行ってあげるよ。ディズニーに釣られるってやっぱ。それじゃあイルミネーションが綺麗なシーに連れて行ってあげるよ。君に似てとっても素敵な場所なんだ。ほらな。ほらなじゃねえよ、やっぱり簡単なやつじゃん。まあまあこれで無事にロサルちゃんが4になったわけだし、よかったじゃない。私はあんたの茶番に付き合うのに疲れちゃったよ。それでは、そろそろ、アリーベデルチ。